青山霊園、うねびの森、うねびの記念碑と千島の方針。千島間事件とは、1892年11月30日に、日本海軍の水雷砲艦千島が、イギリス商船と衝突、沈没した事件。日本政府が、訴訟当事者として、外国の法廷に出廷した、最初の事件であり、領事裁判権の撤廃問題と絡んで、日本の国内外を巻き込む、 政治問題に発展した。1892年、日本海軍がフランスに発注していた宝冠地島が完成した。株木誠ことの指揮下海軍の手により、日本に開港し、長崎港を経由して、神戸港に向かった。ところが、その途中の1892年11月30日、愛媛県分け郡沖の瀬戸内海において、 イギリスの P&O 所有のラベンナ号と衝突し、千島は沈没して乗組員74名が巡職した。だが、当時の日本は安政後過国条約によって領事裁判権が設定されており、イギリス商船に関する裁判は横浜の横浜英国領事裁判所を第一審とすることになっていた。そのため、当時の第二次、 伊藤内閣は1893年5月6日に弁護士の岡村照彦を代理人とし、P&O を相手として85万ドルの賠償を求める訴訟をイギリス領事裁判所に起こした。これに対して P&O も日本政府を相手として10万ドルの賠償を求める反訴を起こした。一審は反訴のみが却下され、日本側の実質勝利とされたが、双方とも不服を抱いて、 上級審にあたる上海の英国高等、領事裁判所に控訴した。ところが、日審では、P、P&O の全面勝訴となった。この判決結果に加え、原告が元首である天皇の名義であったのか否かについての議論が湧き上がった。帝国議会では、立憲改進党の鳩山和夫らが政府を追求、同党と共に、高ッパを形成していた各党や、世論もこれに交応した。 コーロッパは、領事裁判権を含めた全面的な条約改正か、現行条約の条文を徹底遂行して、外国人の居留地に押し込めるように迫った。これに対して政府は2度にわたって、衆議院解散を断行する一方、イギリス本国の数密院に上告を決めた。政府内には、岡村の能力を不安視して、末松県庁や金子健太郎に代理人として、 派遣する構想も出されたものの、最終的には岡村に一任することとなった。1895年7月3日に、数密院は上海の判決を破棄して、横浜領事館への差し戻しを命じるとともに、P&O に日本側の訴訟費用約12万円の負担を命じた。その後、イギリス外務省の意向を受けた領事館によって和解が図られ、 1895年9月19日に日本政府と P&O の間で和解が成立。P&O は1万ポンドの和解金と日本側の訴訟費用全額を負担する代わりに日本政府は一切の請求権を放棄した。ありがとうございます。